回はですね、まあギタリストだったらもうみんなね好きだと思うんですけど、もうハードオフがねめっちゃくちゃ大好きで、あの僕ねエアガンも大好きだから、こうハードオフ行ったらエアガンとかね見たり、ギター見たりとかアンプ見たりとかしてるわけなんですけど、本当まあこうねギターがこう値上がりね今すごいしてる状態で、あとまあメルカリとか個人売買がものすごい盛んになって、まあある程度ギターのこう中古市場っていうか、まあ中古の価値っていうのが、まあギターを知らない人でもね大体これぐらいだっていうのが分かるようになってしまったから、まあなかなかこうお宝を探すのが難しい現状にはなってきてるんですよ本当に。うん、僕もねもう2年ぐらい前にこうエドワーズのねギター、あの五島のペグとドイツ製のフルードローズ、あれバーニンにね移植したやつで、ボディキルトトップでね、うん、あのただねジャックにねガリ音出ないって書いてたんですよジャンクコーナーに。っていうことはねピックアップにつながる配線がハンダ取れてるだけだなと思って、そうで家帰ってきたらジャックの接触不良だけで、あのそれがジャンクとして4000円で売られてた以来ね、もうお宝には出会えてないんですけど、でそういう出会いがまああるじゃないですか。で皆さんのねこうハードオフとか他のね、中古屋さんとかでもいいんですけど、そういうところでねお宝に出会った、まあ、話とかを聞きたいわけですよ。あと僕がねこうハードオフとかがすごい出始めたのって、もう小学生とかくらい、小学生中学生ぐらいが一番こうなんだろうな、メルカリとかもなかったから、あのお宝探しっていう点ではすごいね良かったと思うんですけど、そういう時期とかのまあハードオフとか中古屋さんってどんな感じだったのかなっていうのもねすごい聞きたくて、うん、でも当時あのエフェクターとかね、あどれぐらいのこう値段で取引されてたのか、今だったらもうほんとね例えば多少傷あってもまあこのメーカーだからとかっていうので多分売られちゃったりとかすると思うんですよ、相場をこう見られちゃってね。だからまあ大体どれくらいでまあね昔まあ投げ捨てられるようにこう売られてたりとかしたのかなと思うわけなんですよ。ギターとかもね、ギブソンとかもなんか僕中学生ぐらいの時めっちゃゴールドトップで10万円とかで売ってるとことかあって、なんかすごいなと思ってね、あの時まだね中学生とかだったから買えなかったんですけど、うん、10年前とかでもねそんな感じだったから、どんな感じだったのかなってすごい気になって、でやっぱ僕ほんとハードオフ大好きだからね、もう全国のハードオフを回りたいんですよ。あのこの国道沿いのねこの紳士服店とか出てきたら、ああもうあるんだろうなって思って、でやっぱねあってハードオフとかセカストとかね、うん、今こうオンラインでね僕見てるんですけどアプリでいつも、うん、だからなんかねそういうジャンクな出会いをしたくてね、うん、今ジャンクでも高いからねこれジャンクの値段なのかなと思うものもあったりして、うん、だからねメルカリとかそういうのがない時期にのハードオフとかをすごい体験したいなっていつも思うんですよ。エフェクターとかボスのエフェクターとかもすごい多分破格の値段でその時売られてたんじゃないかなって僕の予想ですけどね、な気がするんですよ。やっぱ玉数も多いからね、うん、なんかそういうのを考えるとね、あ面白いなと思って、うん、やっぱすごい好きでね中古なものとかやっぱ宝ね掘り出し物をこう探すっていうのはやっぱそこにしかもうその店のそこにしかねないものっていうのがいっぱいあるから、うん、そういうね旅をいつもしたいなと思ってるんですけどね、今なかなか
難しいんじゃないかなっていうのはねちょっと思うんですよ。ここもう数年ね、僕ねこのジャンク大好き人間がねこんな難航してるってことはなかなかね、うん、だから直せるところ、例えばまあ木工の加工までは僕できないですけどね、配線修理とかね、パーツ取り替えとか、ギターのね木材組み替えるとかね、そっからのフロイドローズとかオクターブの調整とかそういうのはできるから、まあ、そこまでのラインでこう手に入るもの、うん、だから YouTube とか見たらすごいじゃないですかね、木工の加工の処理とかね、ネック折れなちゃんときれいに直すとか僕ねネック折れの修理のね動画作りたいなってすごい思ってるんですよね。だからギブソンのネック折れめっちゃ欲しいなと思って、でも高いんですよギブソンネック折れてても、だからもうちょっと安めのどっかの別なメーカーのレスポールのネック折れをまず修理の練習してからねやっていきたいなっていうのはね思ってるんですけど、うん、なんかそういう感じでなんか今回ねハードオフ大好きな話、皆さんのハードオフエピソードをねお聞かせいただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。ではyou